竹さん。はーい。これ何？これはミシンです。ミシン。多分100年ぐらい前かなって。100年前のとアメリカで作られたミシンって伺ってます。シンガーってここに書いてありますね。これはもうディスプレイというか置いてあるだけなんですかね。はい、そうなんですけど動くんです。ちゃんと回してみますか。はい。このレバーをね、こう回します。はい、こうちゃんと。はい、針が上下して動きます。動いてる。はい、かわいいですよ。かわいい、動きがかわいいです。あんまり早く、どこまで早くできるかわからないんですけど、多分これぐらいの速度で多分、はい、もう卓上で手で回すミシンだから、電気とかそういうのではなくない。はい、手動の。はい、ミシンの本当に初期のだと思います。こういうなんか模様とかも可愛いですけど、ここもすごい細かく、すごい装飾が、はい、めちゃめちゃ綺麗です。刻まれてますよね。でも作りは、まあ、今のミシンとほとんど同じで、糸がここにかけて、上糸をこうで引っ掛けて針に通すっていう。作りは本当に同じで、ちょっと変わってるのは、このボビンが、この中にあるボビンがちょっと変わってて、ボビンってよく見る丸い円柱のやつですよね。はい、これなんか、すごい面白い。面白い。はい。中に糸が入ってます。あ、すごい。糸巻きしたのが入ってて、うんうんうん、で入れて、なんかちょっと折り機のシャトルみたいな、そうですね、形なんですけど、これをこうセットしてあげると、こうかな、はい、はい、入ります。これはくるくる回る感じなんですか、どんな風に動くんですか。ちょっと動かしてます。上下、上下ってか行ったり来たりするだけですね。うん、すごい珍しいですね。これ初めて見ました。あ、面白い。はい。動きとしてはこんな感じ。うん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 。はい。じゃあ縫ってみましょう。縫えるかな。縫えてる。ちょっと一回切ってみようかな。縫えました。すごい綺麗。ミシン、うん、綺麗ですね。全然弱ってないし、うんうん、ここもすごい可愛いですよ。小物入れるスペースがあって、ハンドルも可愛いですね。よかったら、あの、はい、お店に来ていただいたら、はい、こう実際回していただけるので、そうだ、ここは島ですね。はい、そうです、はい。島店の布コーナー。布コーナー。はい。かわいい布がたくさんあります。雰囲気もすごい合ってて。かわいいですね。はい。ぜひ見に来てください。見に来てください。じゃあねー。じゃあねー。